中川末吉中川末吉は、大正、昭和時代の実業家。小賀財閥の幹部として、小賀電気工業社長、日本系金属社長などを務めた。旧姓、赤塚。大見国高島軍で小賀村の庄屋の逸子として、生まれる。地元の小学校を卒業後、林村の村役場の雑用係として働いていたが、足尾銅山の長馬係。 中川武蔵に壊れて養子となり、1889年に琵琶湖疎水工事に従事していた妊婦400人を足尾銅山に移す作業を竹蔵と受け負い、その会計と日誌係を担当する。銅山の経営者、古川一兵衛の誘いで、日本橋瀬戸物町の一兵衛の店で働き始め、23歳くらいの頃、高学心が認められて、 小康中学校や早稲田専門学校へも通ったが、井上浩二、岡崎国介、山口熊野ラテンの上司たち、同様米国留学を希望し、中退して1903年に渡米、ペンシルベニア大学、エール大学で学び、6年間滞在する。帰国後、足尾銅山の営業部販売係長、本社電線係長を務め、フィリピン、インド、オーストラリアへ、 海外販路開拓にも出向く。1914年に、横浜電線常務に、就任。1917年、小賀銀行発足にあたり、専務取締役に、就任。1921年、小賀電機工業専務。1924年、横浜ゴム、製造社長、富士電機社長となる。1940年に、日本系金属社長、小賀合明ル事も歴任し、 横浜将棋所会頭も務めた。戦後は、公職追放され、1951年の解除後は、小賀系企業相談役となった。ABCDE 中川末吉中川、末吉ことバンク ABCDE 月給2円50、千の村役場屋といから、日本電線製造王となった、中川末吉市奮闘電、在海巨闘電、立志奮闘実業の日本社、 1930、AB、企業集団の形成と解体、社長会の研究、菊池博之、日本経済評論者、2005、P301 から302、中川末吉、人事更新録、第8版、昭和3年7月、鈴木一之助、人事更新録、第8版、昭和3年7月、ありがとうございます。